非常に色気のない話題で悪いんですが、本来なら婚約発表とか、またキャニオンレコーでありますから、スキャンダルとかゴシップで体験するのが、なんか本当の姿のような気もしたりしますけど、まあ、テレビに関しては、去年の11月16日かな、ザ・ベスト10で、ああいう形で出していただきまして、それ以来、やっぱり、みんなからいろいろ、批判を受けたり、それとか賛同を受けたり、いろんな形があったわけなんですけど、今でもやはりテレビカメラの前で歌うというのはやっぱり自分ではそれほど吹っ切れてるわけじゃないんですね。やっぱりテレビカメラの前で歌うというのは自分の本意じゃないというところはあります。ただあれ以来、あれが終わってからもいろんな人たちがどうしてテレビに出ないんだ、もっとテレビ出てほしいとかいろんな風に言われてまして、で一番えらくきつい一発がありまして、はがき屋なんかでよく来るんですが、すごいえらい田舎にいて、足音と大して変わらないようなそんな感じでいる人が、松山さんは1年に自分の近くの町に1回、多くて2回しか来ない、そんな中で私は田舎だからチケットも買えないし、それでまた見に行くにも1日かかりになったりなんかしてなかなか行けない、松山さんも田舎に住んでんならこんな気持ちわかるでしょう。
放送は美しい明日を作るライオン油脂、品質で伸びる日課ウイスキー、ミシンが編み木電化製品のブラザーの提供でお送りします。俺のセーターはお前が洗え、ふっくらさせろ、できるだけ液体アクロンキャップ一杯押し洗い、ふっくらふんわり仕上がればお前を嫁にしてやる、嫁にお嫁に来てくださいね。アクロンなら毛糸洗いに自信が持てます。髪を毛先に向かって強くこすってみてください。コイル状になれば健康な髪。エメロンクリームシャンプーとクリームリンスは髪に理想的な弱酸性、髪の健康をしっかりと守ります。エメロン、あなたの髪健康ですか？ペアルックを支援中、決定。デザインが決まったらソットタッチングのオーパス8、マイクロコンピューターだから軽く触れるだけ。デザインはここ、作るのはこっち。アイコンでミシン変身、ブラザーオーパス8だからつい作りすぎちゃうんだよね。Man, a wanderer in life, yearns for an oasis, and is tricked sometimes by a mirage. But we needn't let ourselves be tricked. TNG, it's no mirage. It's an oasis. G&G, Nika Whiskey.心一人あ
歩き出した君を見つめて昔愛した人を思い出しただけさ今さら言えないよそれは君だと できないことっていっぱいあると思うんだよね。もうみんなどんどん挑戦してみたら、もうガタガタ言わないでさ、自分でこれだと思ったら思いっきりやってみたら、失敗したっていい、失敗したってこけたってね、まだまだ俺たち若いし、俺も入るんだぞ。失敗を恐れてちゃ何にもできないしな。そうだよ。お前も頑張れよ。本当にみんな頑張ってください。
限りない明日のためにグラスを捧げよう。 Everything is super now. Super Nika。 コンパル奥様大集合。はい、奥さん作品を。はい、素晴らしいですね。ジッパーがたくさんつきまして、しましま風というか、島を見つけて作りました。なるほど、素敵なクッション、この縁のところに注目。カッターで切ってかかりました。それはよかった。コンパル奥さん大集合。ブラッツソーイングブラザー電子コンパル AS。 どんなに気をつけていても、フケは出るものです。ほーら、あなたにも。さあ、フケを止める新しいリンス、エメロンエチケットリンス新発売。フケによく効くジンクピリチオンを配合、地肌に直接つけるダイレクトタイプです。フケを効果的に止めます。エメロンエチケットリンス。フケダメダメ。風も髪も乾きすぎています。かさついて傷んだ髪にはコンディショニング。乾きよ、エメロンミンキーシャンプーとリンス。いたわりのベールが髪をしっとりと滑らかに。手触り確かめてますか？エメロンミンキの貝柱食うか。あ、貝柱。貝柱食うか。行こう行こう。行って金を払うぞ。これサバだ、これ。いいけど、頭金だ、バンバン行って。これ、シンクだ。ワンツーワンツー。照明さん50分前です。78、はい、いやいやいや、寒いって言ったんじゃない。寒いな、でも本当な。でも元々が冬強かったな。もう一気に寒い。前と違うってよ。すみは桃ひたわてるじゃん。これ桃ひたわてる。絶対どうだと思うな。やっぱヒップラインだね。今芝生で言うと。おはようございます。あ、ひげ昨日大船さんと同伴がどうして下のままなんだ。どっち？下のハートだな、普通のネクタイの。そう、お前のやると長くなって下か。いいんだか。それでは流行ってなかった。あ、俺のサッパーだ。男らしいね。うん。皆さんも話をしてくれてる。じゃん、ちょっとこっち見て。どうしてなんだ。マスク。
1年と半年余り来てなかったわけですよね。意外に元気でですね、もう全国ローカル周りね、頑張ってやってきた。もう私にとってはもう地方、中央といったら足路しかないですからね。もうあそこが一番の中央だと思ってますからね。もう他は全部ローカルですけどね、まあ本当にずっとコンサートやなんかで回ってたわけですよね。で、思い出があるのはね、網走の旅館泊まってね、ハタハタね、私、魚、お前ら魚好きか？もう私も好きだね、奇遇だ ね、 ね、意外にハタハタかなんかね、旅館で出された時にはね、もう本当に涙が出るぐらいもう嬉しかったなんかしてね、もう大好きだったからね。そんな感じで網走にはもう海に遊びに来たってね、思い出がいっぱいあったなんかして、とにかく最後まで今日も力いっぱい歌うんだね、よろしく。アイシュー今日どこ？今日。大丈夫だよ。あ、ほら落ちるよ。俺は浮いちゃってないけど。おお。おお。おお。
負けたね。ああ、すごい。STV で放送しないからさ。本当やるか。ね。終わったもんか。皆さんお元気でいらっしゃるんですか。おお、ありがとうございます。またか、三浦自滅。うるさいな、いいべやばいの。うるさい、いいべやくの。俺は好きなんだ、それでも。本当ですね、周りがコロコロやっていますが、本当に松山投手が歯を食いしばって投げ込んでいます。皆さんも声援を送ってください。ワンストライク、ノーボールが投球2球目、声援もありません。本人奮闘であります、松山投手。今日は西武近鉄線よりもお客様が入っています。あと10センチぐらい。だから無気力でいけた。はい、あれや。無気力だ。あの人にはボールがグラブが入ったんだ。さて、このハガキはですね、東京はですね、15歳の女の子ね。ちんくちゃん店主、なんか書いてあったような気がしてね、意外に可愛っぽくね、店は見え見えだったなんかするわけですからね、切り替わりがありますがね、この間、ね、夏休みの林間学校みたいなものがあったんです。そして、バスガイドさんが言ってたんですけど、ちょうどその時、黒い牛のそばを取ったんです。そしたら、あの黒い牛はコーヒー牛乳を出す牛です。私も最近知ったばかりなんですけど、というんです。黒い牛ってコーヒー牛乳を出すんですか。いやー、本当にね、鋭い質問だね。なんかこう腐敗してる今の日本社会を鋭くえぐるようだね。いやー、いい質問だと思ったらなんかつらくなりますよね。いやー、もうね、私もさえついひとは引く気にしたからあなたね。いやー、あの黒い牛っていうのはこういう牛乳を出すんですよ、いきなりね。白いのがあの普通の牛乳を出すわけですよ。素晴らしいですね。ね、難しいのがあのバター、あれが難しいんですよ。あれがコーヒーと普通の牛乳に分けるのが意外に難しかったりなんかするわけなんですよね。そういうところはですね、干し草とかそういうものはなかなか受け付けない牛がいるわけですよ。なんかこうね、上品ぶっちゃってね、こういわゆるデザートというかね、果物ばっかり食うやつがいるんですよ。こいつらはもうフルーツ牛乳ばっかり出したりなんかするんですよね。意外になんかフルーツ牛乳って知ってるかお前ら、ね、もうないんですかね、あるんですかね。ちょっとね、私なんかよくありましたよ、足元の銭湯かなんか行ってね、やっぱりほら銭湯行ったりなんかしてね、湯から上がってきますとですね、意外にね、おいちゃんコーヒー牛乳なんか言ってなんかしてね、いろいろ飲んでたりなんかするわけでありますからね、意外にお前本当に長生きするぞお前ね、黒いうちがどうしてお前コーヒー牛乳なんか出すの、信じられなかったりなんかするわけでありますがね。しかしこういうのをなんか信じるっていうのはね、なんかロマンがあってかえって可愛いなと思ったりなんかするわけでありますがね。とりあえず今日も1時間あましよろしく、哀愁松山千春の今夜は決めよう。癒すように
ります。続いて挨拶、感謝するその順に進みてまいります。あ、そうです。いきなりあれですね、阿修羅町ですね、人口があれですよ、もうすごいですよ、1万ですね。この間まであれですよね、1万3000あったんですけどね、今1万2000台にこうぐわっと落ち込んできたなんかするわけですよね。もう本当に頑張らなきゃいけないなと強く思ったけど、牛の数の方が多いですからね、人の数より。これは非常に寂しいところだったなんかしますけどね。面積は日本一広い、もう小学校の頃からこればっかり言われましたね。もう何一つ取り柄がないものだからね。もう小学校入った途端、阿修羅町というのは全国一広い町です。皆さんはこれを誇りに、どんな誇りで信じられなかったりしてね、その上には人口1万2000だからね、たまんなかったりなんかするんですけどね。そんなものを誇りにしろ誇りにしろとね言われ続けて24年間経ちましたけどね、いきなりあれですね、鈴木幸宏くんですね、幸宏ね、いきなり受精に向かったりなんかするわけですからね。まあ幸宏は高校時代の友達で、あいつは信じられなかったですね。入学試験の日も遅れてきたし、で授業も、まあいわゆる入学式の日も遅れてきたし、授業第1日目も遅れてきたし、それで席がなくて、俺の前の席がちょうど休みで空いてて、そこにこいつが座って、それから腐れんですね、ギルトはね。なんか知らんけどこいつ好きで、今でも足ろ帰ったら必ずまず最初に幸宏に連絡して、足ろ帰ったらこいつの顔見なきゃなんか帰ったって気がしないような、そんな気がするんだけどね。幸宏も今でもこいつは一緒じゃないかな、幸宏も多分一生阿修羅で過ごすんじゃないかなと、そんな風に思うんだけど、多分俺も一生阿修羅で、こんななんもないとこなんだけど、幸宏や俺みたいになぜかしら離れられないっていうか、一番住みやすいっていうか、ここに自分たちの夢があるような気がして、どうしてもこんなちっぽけな町でも離れられないなって、すごいそんな気がするんだけどね。
夜は静かに語り明かしたい。守ってね。のびのびサラサラエメロンスキンクリーム。お風呂上がりはローションタイプのスキンミルクもね。目覚めなさい繊維たちよ、ふっくらと柔らかく、ミクロ粒子の働きで繊維の一本一本まで柔らかく仕上げる。ソフラン S、 毎日のお洗濯に、着るものなんでも柔らか仕上げ、ソフラン S。 愛の言葉の模様編み、セーターは私の手紙です。僕はオリジナルニットが好きだ。ブラザー編み機パリエセブン。日課キングスランド、その名にふさわしく琥珀にあふれる王国の香り、王国の味わい、王様の贈り物、日課キングスランド5000円。早いでしょ、入りづらいのね、こっち来たって来たって、たたたたその中にやっちゃうからね。こうやってんの、うん、だからさっき八つ類だから、八つ頭打ちみたいな、八つ類これ正解やっといてもらって、はい、あと今回はリングでやって、うん、そうだよね。掘り投げちゃうの、紐をぶら下げてもらえないからあかんね。紐でぶら下げるっていいよ、ゴムで。何言ってんの、また北海道思い出してた。頭が全部バカだ。何で頭に、あ、こっちの実はここにこうなったりなんかしてた。それぞれ自分の生まれた町、ガキの頃の思い出いっぱい持ってるんじゃないかなと思うんですがね。まあ足寄なんかそんな風にみんな一緒に育ってきたのに、高校卒業したらもうみんなバラバラになったりなんかしてね、いろんな方向へいろんな人たちが行ったりなんかしてバラバラになっちゃって、すごい寂しいんだけど、まあ残ってる俺たちなんかはね、いつまでもみんなが疲れて帰ってきた時はなんか
温かく迎えれるようなそんな街にしときたいんだよね。できればみんなもこの紋別をね、出ていく人だってね、行きたくて行ってる人ってあまりいないと思うんだ。足なんかしょうがないもんな、働くとこないんだもん。そんな人たち、遠くで頑張ってる人たちのためにも、ふるさとみたいなところを大切に守ってほしいと、そんなふうに思います。戻っておいでよ、この街に。都会の暮らしに疲れたら、oh
足を離れられない一人じゃないかなと思うんだけど、売れない新聞ばっかり作ってね、ガキの頃からよくあれですね、誰でもそうだと思うんだけど、うちの場合特にいわゆる自家営業といいますかね、新聞作ってして自分新聞も販売してるから、だから家の中でやってるから、いつでもあのインクの匂いっていうのがね、非常になんか自分の匂いだなと思って、時々コンサートで地方出て街歩いててインクの匂いがすると、あ、うちと同じ匂いだみたいなね、そんな感じがしたりするんですけどね。親父はすごい今まで幸せな人生を歩んできてるな、自分のやりたいことをずっとやり通してきてるし、たとえそれが物質的に全然貧乏だとか運のあったって、やりたいことやってきたからすごい幸せな顔してるし、そんな親父がよく、まあ俺が歌歌いたいって言った時に、男として生まれてきたんだから、やりたいことどこまでできるかやってみればいいんじゃないかって言ってくれたし、白髪交じりの髪を溶かして少し老けたと言いながら、鏡を覗く後ろ姿がやけに小さく見えて、子供の頃布団の中であなたの胸に抱かれて聞いて眠った、おとぎ話が思い出せない、悲しいです、時の流れがあなたを変えてゆくことが、小さく見えるあなたのそばにいつも僕が父さん、お姉ちゃん
に出したからだね。そうだ、あの時初めてです、あなたの涙見たのは。悲しいです、時の流れがあなたを変えてゆくことが。小さく見えるあなたのそばにいつも僕が。Let's go!
画のブラザーマンをどうぞよろしく。あら、お父さん、何にも言わないのに換気扇磨き？またなんか悪いことしたんでしょう。素直じゃないんだものな。大掃除にライオンの強力ルック。あら、お父さん、何にも言わないのにガラス磨き？またなんか悪いことしたんでしょう。素直じゃないんだものな。大掃除にライオンのガラスルック。健康な髪は約 100g の重さに耐えられます。あなたの髪、乾電池持ち上げられますか？エメロンクリームシャンプーとクリームリンスは髪に理想的な弱酸性、髪の健康をしっかりと守ります。エメロン。あなたの髪、健康ですか？どんなに気をつけていてもフケは出るものです。ほーら、あなたにも。さあ、フケを止める新しいリンス、エメロンエチケットリンス新発売。フケによく効くジンクピリチオンを配合、地肌に直接つけるダイレクトタイプです。フケを効果的に止めます。雰囲気がやっぱり北海道人間ということで合ってるんじゃないかな。なんていうか、チャール自分自身をなんか出してるっていうような感じがして。すごく両親重いでしょ。で、23歳にしてはすごいしっかりした人だなと思います。優しいし、北海道が好きだってとこがなんかすごく親しみやすいし、歌は上手くてやっぱり優しいとこがいい。もういい。目が優しい。はい、お疲れさん。5分ぐらい前に。あ、来てるわ。Keep up.
最後に一言、俺はこんな人間になりたいし、できればみんなにもなってもらいたいと思うのが、先生どうぞと胸を張って、いいことはいい、悪いことは悪いって堂々と言えるような、そんな人間になりたいと思うし、みんなにもなってほしいと、そんなふうに思います。だんだんこの世の中おかしくなってって、いいものをいいと言ってはおかしな目をされたり、悪いものを悪いと言えなくなってきたり、そんな時代が、だんだんそんな時代になってきてるような、そんな気がします。だからせめてみんなには堂々と胸を張って、堂々と言えるような、そんな人間になってほしいんです。とっても難しいことかもしれないけど、堂々と胸を張って、いいものはいい、悪いものは悪いって、そんな時代が来たら、きっと笑って暮らしていけるんじゃないかなみたいな。だからみんなには頑張ってほしいんです。とっても難しいことかもしれないし、これからまだまだ長い人生だし、歯を食いしばって頑張ってやってほしいと思います。そしてそうやって歯を食いしばってるみんなの傍らを阿蘇生まれの芋が一個這いずり回りながら、それでも少しでも一歩でもいいから前進しよう、前進しようと思ってる、そんなバカがそばにいることも忘れないでください。どれほど目を閉じしたなら明日が見えるのだろう、僕にもわからない、素直になる。
私を君に1枚。優しい日差しに包まれて華やぐものは何もないけれど僕はこの街で生きている名もない花に春を感じて生きている。
かな。山は静か、めくりめく人の世を見つめている。生きている。